こんにちは、ルネ成功です。今回は10年ぶりの LA に降り立ちます。実は私、ロサンゼルスが全米の中で最も憧れのある都市なのです。10年前はなんと一晩だけのステイだったのですが、今回は LA のお客様と世界的な楽器と音楽の展示会であるナームショーに出展いたします。シカゴから約4時間半のフライトで、国内線の窮屈な機内で疲れます。今回は無事にスーツケースも到着しました。それだけでもとてもありがたいです。アメリカ国内の時差もありますが、 LA ももう夕方前です。空港ターミナルを出て徒歩でタクシー、Uber 乗り場に向かいます。意外にも4月のロサンゼルスが寒いです。慌てて長袖を取り出しました。多分メキシコ系のドライバーさんのタクシーに乗れました。今回 LA での滞在地は、戦後の日本企業トヨタさんやホンダさんが築き上げた北米大陸の日本の拠点、トーランス地区です。空港からは車で南にだいたい30分前後でしょうか。この製鉄所のような清浄機が書かれた大きな工場は記憶していました。かっこいいですね。ホテルに到着しました。ホテルは日本からの出張ビジネスマンの皆様にもおなじみのリラックゲートウェイホテルです。このホテルは日系のご経営だと思いますので、日本的なサービスを期待しても大丈夫です。ほぼ完全な車社会の LA では、徒歩の移動はあまりおすすめできないのですが、ホテルから南に約 1.5 キロの地点に日本の商業施設があるので、歩いてお買い物を済ませました。移動の疲れでこの夜のディナーは店を探しに行くのも面倒になり、ホテルで買ったカップ麺とスナック菓子で済ませました。またこの日ぐらいから時差ボケがかなり解消されてきました。今回もご視聴いただき誠にありがとうございます。次の朝は LA のお客様と朝食ミーティングの後に、ナームショー会場のアナハイムコンベンションセンターで展示会アテンドの予定です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。